ウド鈴木でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、なんと旭川の赤丸急上昇の芸人さんが来てくれています。こちらの方々です。どうぞ。どうも、レイアップシュート、スリーポイントシュート、ダンクシュート、笑いのスラムダンク決めてやるぜ、マイアイバスケットボールクラブです。お願いします。ごめんなさい、俺かっこいいなと思っちゃった。じゃあ使えない、じゃあ使えない。いや今すごい勢いあるらしいじゃない。宇藤様、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、聞いてる聞いてる、植木恋愛研究所の植木から。誰から聞いてるんですか。一番当てにならない芸人じゃないですか。そんなことない、そんなことない。でも初めて出た浅井の事務所ライブで優勝したんですよ。そうですね、初出場で優勝したんですよ。だからだ、だからだ。でも植木と河野が鼻息荒かったぜ。おい、うわ、すごい3人がいるって言うんで。なおの方で、なおで、なおで、うん、だいぶじゃあデストライデを、はい、キュッとして、もうなおで、はい、捨てないで、捨てないで、なおデストライデ、そして僕が石井祐希です。石井祐希くん、はい、なかなか本名を全部言うことあんまないんです、恥ずかしいんですけど。石井祐希、ありがとうございます。いいね、ここは閉まらないの。ここは閉まらないです。あ、そんな、サイズ間違えちゃって、ちょっとすいません。植木もね、あの、ものすごいからね。植木いいっすよ。植木も葉っぱが閉まらないの。植木やめてくださいよ。石井祐希くんね、そして僕が後藤亮介です。お願いします。ちょっと待って、今自分の名前、だって上だったよね。ちょっと上なん、はい、見たね今。じゃあなんかかましてやろうかな、初対面。かましてやろうかなって。自分の名前忘れたのかと思ってたよ、お前。はい、後藤ね。はい、このトリオでお送りしたいと思いますけども、はい、今回はですね、こちらセンター北のプロバスケットボールクラブですね、横浜 B コルセアーズさんの事務所の前に来ております。うわあ、すごいっすよ。あちらですね。横浜 B コルセアーズさんの事務所の前。はい、だから。バスケットボールクラブさんのところに来たから、はい、マイアミバスケットボールクラブさんってこと？そうでございます。よく聞いてくれました。はい、僕は昔中学校の頃、野球部でした。テニス部でした。サッカー部でした。全然バスケやってないじゃないかよ。最高のリアクション、ありがとうございます。とんでもない。さて、今回の企画はですね、はい、日本代表選手、河村勇輝選手に会いたーい。でございます。でももう、その、うん、日本代表の河村勇輝選手に会う前に、うんうんうん、マイアミバスケットボールクラブの石井勇輝選手に会ってんじゃない。 ありがとうございます。やめてくれよ。なんだそのしょうもないやつ。ちっちゃいシュートみたいな。恥ずかしかったな。初対面だぞお前。恥ずかしかったね。もっとどんどん行けよ。ポイント入んなかったんですよね今ね。シュート外してるんでしょうね。いや、面白くて可愛いので思わず俺もしゃがんじゃったすみません。キュートだなお前。ありがとうございます。それではですね、この番組スタッフさんが会いたいと言います。どうしても会いたいと言います。河村勇輝選手に会いに行ってみましょう。俺大丈夫かな。俺サンロッカーズ渋谷の、うん、あのベンドラメレオ選手ともつながりがあるんだけど、うん、なんかやられてましたね。してそれちょっ ょっと浮気ってやつじゃないですか。あれどうしようかしら。いきましょう。いいね。いや俺ね、両方に好かれるってのはすごい嬉しいから。行きましょう。じゃ行ってみる。はい、伊藤様お願い。はい、心つながるポジティブテレビ、アムロくん。この番組は MC 宇土鈴木が本気で挑む地域情報バラエティ。町と日本と世界の心を一つに、本和歌笑顔をお届けします。宇土様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。まさに熱い戦いが繰り広げられている B リーグ。横浜市をホームタウンとして活動する横浜 B コルセアーズ、愛称 B コル。その中心選手として活躍する河村勇輝選手は名門福岡第一高校出身。2020年東海大学へ進学。その年に特別指定選手として B コルに加入。現在日本代表選手としても活躍中です。そんな若きトップオブポイントガードとつながりたいということで、Bコル事務所にやってきました宇土様ご一行。果たして河村勇輝選手に会えるのか。本当に入って大丈夫？あれ、こちらのマスコットガールのお二人は？マスコットガールなんですか？マスコットガールなんですか？微妙に微妙にってとんでもないですよ。迎えてくれたのは上村さんと渋谷さん。早速なんですけど、はいはい、もう河村勇輝選手に会わせていただけないでしょうか。渋谷さん、
渋谷さんです、ね、ちょっとあれなんすかそのリアク上村さんですよね。大の大人が無言とかないんですよ。やめて上村さんですよね。こんなことある。いいね、これこのいや俺猿芝居って言ってやるじゃないですか。失礼ですよ。全然そんなことないです。まあじゃあいろんなでもそしたらお話とかも先聞きたいですよね。宇藤様ね、はい、聞いていきましょうか。ぜひぜひ。はい、ちなみにこちらの中オフィスでございますけど、皆様どんなことをされてるんでしょうか。まずあのそちらがですね、はい、あの後ろのお部屋が事務所になっております。ビーコールのこの後ろのお部屋ですね、はいはいはい、でプラス、あちらの方にスタジオがありまして、はい、スタジオ、ビーコールセアーズの、はい、オフィシャルチアリーダーのビーローズの、レッスン会場ですね、メインで使ってます。チアスクールをここで開校しておりまして、地域 の, あの女の子メインですけれども、子供たちにチアリーディングを教えたり、応援応援のいいですね。男女問わずですけれども、はい、あの幼児バスケといってあのちっちゃいゴールを使って、ちっちゃいゴールでできる。ちなみに選手たちの試合はどちらでされてるんですか。試合があの隣、ちょうどここの隣の駅の北大和という駅、はい、北大和駅が最寄りの横浜国際プールというところで、全30試合ホームゲームがあるんですけど、そのうちの8割を8割やってるんですか。すごい。これプールがあるんですか。はい、夏がちょうどプールで、あの写真よく見てもらうと飛び込み台が、これだ飛び込み台、これ飛び込み台だ、飛び込み台、飛び込み台が、これコートがプールに。あ、すごくいいリアクションしますね。どうなってますか。じゃあクリニック式になってるんですか。わかりやすく言うとプールに蓋をして、はい、わかりやすいっすね。あのお風呂の蓋みたいになってるわけですか。まあそんなに軽いものではないんですけど、せっかくわかりやすいこと言ってくれたんでわかりにくくしないでください。ビーコルセンターの、床に施してあるこちらがスポーツコートという。お、これえこれすげえ同じなんですか。これと、もっと新しいものが国際プールの方に。あ、確かにキュッキュなる、キュッキュなる音がバスケの音、バスケ、これトラベリングしやすいんじゃない。トラベリングダメなんですよ。私はダメな、反則なんですよ。トラベリングやっちゃダメですよ。上村さんはそのチアリーディングの、現在はあのプロデューサーという形で、めちゃめちゃやばい。ディレクターも兼務はしてるんですけれども、じゃあチアリーディングもやっておられて、やっておられて、まあ今はあの振り付けをしたりとか指導をしたりとかっていううちにおります。指導に回って。あ、そうなんですか、はい、昔はこういうの着てらっしゃった。昔は着てましたね、バリバリ。いいっすね。いやいいっすね。想像しないで、いや自分も実はもうやりたいっていうか、へそを出したいんですよね。あ、そうなんですか。はいはい、はい、やっぱこういう立ち姿になります。そうですね、そうですね、できてます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 。渋谷さんは。私はあのフロントスタッフとしてあのこのチームの広報を担当しておりまして、まああの横浜ビーコルセアーズを皆さんに知っていただくために、はい、あの SNS を発信したり、発信したりだとか、はい、ありがとうございます。じゃあ広報お願いします。我々の広報もお願いします。みんな体重80キロなんです。はい、背丈こそ違いますけども、みんな同じ容量は、そう、容量一緒なんで、お願いします、ご察しください。はい、お願いします。横浜ビーコルセアーズ 80s、 お願いします。はい、宇藤様、本題に戻って、お願い。そうだ、そうそうそう、もしかしたらいるかもしれない。河村由紀選手がちょっと確認しに行きます。お願いします。ぜひね、はい、はい、ではスタジオ行ってみましょう。はい、この後、宇藤様、河村由紀選手と対面。ビーコルセンターのスタジオにやってきた宇藤様たち、果たして河村由紀選手に会えるのか。広いな。わあ、それでは早速行ってみましょう。レッツゴービーロー。うわあ、ビーロー、かわいい。うわあ、突如として現れたチアリーダーズ、ビーローズ。試合の会場を盛り上げ、選手、チームにパワーを送るチアリーディング。しばしウド様たちと一緒に圧巻のパフォーマンスをご堪能ください。すごい。え、見てください。いいね、いい。あれ、あれ、マヤミやろうよ。できるわけないし。おーおーおお、キレキレでしたね。
チアリーナーズ B ローズです。B ローズです、ありがとうございます。ちょ、宇野様めっちゃ興奮してました。めちゃくちゃ、おい、同じ3人だったら絶対 B ローズでしょ。比べないでくださいよ。前バスケットボールからちょうどなんとなく、あれそうだよね、ちょ、ちょ、ちょ、宇野さん興奮しすぎですから。どんな興奮するんですか。これで興奮しないバカがいますか。めちゃめちゃ興奮してる。本当に一緒に踊ってましたもんね。そう、だからあの、ぜひあの3人にすいません教えていただきたいんです。無理だよ、足上がんないっすよ。興奮しきりな宇野様ですが、確認ですけれども、はい、河村勇輝選手に会いに来たんですよね。もちろんですよ。お前たちそれ忘れないですか。それ忘れないよ。ではそのためにはですね、まずは横浜ビーコルセアーズの応援をしっかり覚えていただきたいなと思うんですけれども。任せてください、ぜひ。大丈夫ですか、はいはい、横浜ビーこれセアス。これでいいですかね。新しいです。あのビーコルが相性なので。ゴービーコールが。ゴービーコール。ゴービーコール。いつまで引っ張るのよと思っているそこのあなた。この機会に横浜ビーコルセアーズの試合会場を盛り上げる応援、一緒に学んでいきましょう。こちらです。これ何ですか？ B クラップって言います。はい、B クラップ。試合会場で応援をするために、はい、ファンの方が使う応援の道具になります。ああ、これ入れた。アピールできる。みんなも、ね、持ってくれると思う。盛り上がるよね、会場が。広げてもいいし。広げてもいいし、揺らしてもいいし、あと畳んで。畳んで。で、叩く。叩く。はい、あ、いいじゃないですか。そうですね。めちゃくちゃいい音しますね、これ。これ作るの大変だよ。すごいそうですよね。これお客さんがみんな一斉にやったらすごいいい応援になります。そうですね、あの横浜国際プールは本当に4000人、5000人入っているところなので、たくさんのお客様が、あのこちらの B クラップでこう声援を送ると、もうすごいあの空気感が盛り上がる。いいアイテムですね。みんなでボケた後、誰かボケた後、みんなでバーッとボケたんですね。バスケットボール見に来てるわけですから、皆さん。そうですよね。そうなんですよ。それではB コルがオフェンスの時の応援です。リズムに乗ってもらって選手に、はい、あのゴールシュートを、ね、決めてもらおう、はい、だから選手が戸惑うようなリズムダメですよね。そうですね。どうしようかなんてダメなんだ。あと会場みんな合わないですよね。合わないですよね。そうです。では早速行ってみます、はい、ミュージックスタート。合わせてよ、はい、合わせてよ、合わせてよ、はい、合わせてください。合わせてきた、合わせてきた、合わせてきた。叩いてよ。リズムに合わせて叩いて上やったりとか。そうですね、あのお客様はみんなあの座っているので、うん、あの実際こういう動きはあの注意されましたね。ちょっと待ってください、今上げて叩いてる人いたじゃないですか。上げて叩く場合もあります。もしかして Y ですか、はい、横浜の Y で叩いてるわけじゃないですか。後ほど出てきます。うわ、早くやめてください。ちょっとそれだと俺もワーイってこう繋がっていくよね。繋がらないです、それは繋がらないです。見せました。いいんだよ。 V です。 V、 あ、 V、 ごめんなさい、すいません。気を取り直して、続いてはディフェンスの時の応援です。はい、では続いてディフェンス。ディフェンスですよ。守りですね。大事ですよ。手取られたくないでしょ。全然守りが一番大変だから。はい、宇藤さんもそうです。オッケーオッケーオッケー。やってくださいよ、ちゃんと。はい、はい、では、まあ、ここぞの場面で、ぜひあの選手たちでディフェンスしてほしい時に力強く叩きます。はい、守りたくないような。はい。いいですか。変なこと、変なことしないでくださいよ。変なことしないでください。では、行きますよ。プレッシャーだな。スタート、はい、来ました、宇藤さん。おー、リズムがね。リズムいいっすね。宇藤さん、アレンジ。宇藤様。宇藤様、はい、ありがとうございます。ふざけましたね、宇藤様。ふざけました、ね、ダメだ、戻って戻って戻って。開始5秒でふざけましたね。守りに入りましたよ。今はね、ちょっと声が出せない状況下にあるので、はい、本来ならディフェンス、トントン、ディフェンスって言いながら
はい、選手の後押しをしてます。今 おさらいしてくださってよかった。全く入ってきてなかったんでマジこれのせいで全然入ってきてなかったからディーフェス、トントン、オーフェス、トントン、オーフェス、トントン。試合会場には老若男女みんなあのお子さんもいらっしゃいますので、みんなでね手が叩きやすいリズムで、はい、アリーナでは子供真似しますよ、変なことしたら。そうです、みんな叩かなくなっちゃうから叩いて応援してほしいですからね。ウド様の愛ある踊りは反面教師にして、会場で絶対やりたいビーコル勝利の儀式のポーズを教わります。海賊の勝利の儀式、はい、せっかくなので、はい、今日覚えていただけないかなと思って。海賊なんで海賊なんですか。あ、そこにお戻りになられますか海賊王になってやる。あ、そうです、そうです、海賊王になるですね。横浜ビーコルセアーズっていうねチームはまあ、ここにもあるんですけれども、かっこいい力強くてかっこいい海賊たち、海賊船団という意味があるんですね。はい、まあ、モチーフとしては海賊がモチーフになってます。あ、コルセアーズっていうのは、はい、そういう意味なんですか。そうです、ね、海賊、はい、あ、なので、海賊の勝利、勝った時に儀式をします。勝った時やるやつなんですね。勝ちが確定した時にやるやつ。そうですね、勝ちましたの時に選手と会場アリーナ一体となってみんなで喜ぶ、うんうん、はい、勝利の儀式。いいです、これは大事ですよ、宇藤様、これは大事です、はい、これが一番だから、まず初めにこれやればいいんですよね、勝利の。いや、勝った後ですよ、話聞いてくださいよ経験的にいいじゃん先に試合前に一回やっといて、やっといてさ、それで悔いがないじゃない、はい、悔いがない。ではですね、早速いきたいと思います、はい、ま、先ほどはい、おっしゃってくださいました。横浜の忘れてください。これは、はい、すみません。先ほどおっしゃっていた？いたっけな。今日まだ一言も喋ってない。はい。気になる、気になる。勝利の儀式はですね、最後に横浜の Y。来た。横浜の Y。そうです。それを勝利の儀式で、そこから M にはいかない。いかない。はい。Y で終わりです。終わり、終わり。まあ、勝ってワーイっていうのと、横浜のワーイです。しっかり腕を伸ばして、はい、みんなでワイの字を作って、はい、勝利を喜ぶ儀式です。はい、あ、喜ぶのワイ、はい、喜ぶの、あ、そうですね、素晴らしい試合会場ではアリーナではですね、勝った瞬間に、こちらのワイセレブレーション、勝利の儀式が流れて、選手も一緒に、さっきのウドさんのダンスのように選手もちょっと踊ったりして、選手も、はい、でみんなでワーイで、わーすごい、はい、ぜひ試合会場でやりたいですね、これはやりたいですね、やりたいな、うん、うわ、よろしくください、はい、ぜひ、はい、はい、横浜国際プールにいらしてください。わかりました、はい、横浜国際プールで待ってます。いや、行くんじゃないですか待ってます、間違うし、行くのね、はい、OK、はい、マイアミバスケットボールクラブの E クラップを受け取ってみんなでマイセレブレーションスタートです。Y をやるのは大変なんだよ、タイミングがね、うんうん、でももっと Y やりたいですね。もっとやりたいですか、うん、ぜひ横浜国際プールホームアリーナに応援に来てください。ありがとうございます。ワイ、ウドさん、ウドさん、ちょっと本題忘れてませんか、すごい疲れて。あ、ごめんごめん、ディフェンスと応援するな。違う、それを覚える回じゃないんです。違う、今日何しに来たんですか、はい、うん、これですよ、川村勇輝選手に会いたいんですよ。そうなんだよ、そうですよ、川村勇輝選手に会ってくださいなあ、それ、そうそうそう、私たちはそれが本当にまた、希望なんですけども、ぜひ会わせてください。お願いします、お願いします。あ、なんでさっきから無視するの無視は何、ダメだよ、大人は、ね、大人は無視しちゃダメなのよ。俺ね、あの、言ってくれてたのに、こういう無視とかツンデレはね、俺嫌いじゃないよ。嫌いじゃない好みの話してないんですよ、うん、じゃあ、ちょっと応援とかも教えてくださったんで、はい、お礼も兼ねて、はい、僕たちちょっとネタをしますので、はい、それがすごい良かったら笑っていただけたら、はい、河村勇輝選手にちょっと会わせていただけますでしょうか。いいですか、はい、ではぜひお願いします。
え、見てください、これすごい歓迎の、あ、え、交流交流どうも、マイアミバスケットボールクラブです、お願いします。モノマネ芸人さんの名前って覚えやすくないですか、うん、坂本冬美さんのモノマネをする坂本冬休みさん、元冬樹さんのモノマネをする元冬樹さんとかね。あ、確かにね。でもそれ本当いるんですか。これ本当いるんすよ。なんかクイズみたいだね、うん、あ、じゃあモノマネ芸人いるかいないかクイズやりましょうよ。お、めっちゃ面白そう。絶対当ててみせますよ。例えば矢沢ピーキチさんとか羽生譲れないさんとかいますからね。はいはいはい、いきますよ、うん、安倍博さんのモノマネする安倍せまし、安倍せまし、いる、いない、いない。中島美嘉のモノマネをする中島美嘉、美嘉、いる、いない、いない。錦織圭のモノマネする錦織 P、 P、いる、いない、いない。大泉洋のモノマネをする大泉洋なし、洋なし、いる、いない、いないか。新田真剣佑のモノマネする新田真っ剣佑、いる、いない、いない。織田裕二のモノマネをする織田裕二不断、いる、いない、いないか。松たか子のモノマネする高松子、いる、いない、いない。いるやつだぜ。いるやつ出されるとつまんないでしょうよ。いるかいないかクイズですからね。そうかもしんないけども。他にもね、あっち行くぞーさんとか、みそらリハビリさんとかいますからね。いきますよ。河村勇輝選手のモノマネする河村元気選手、いる、いない、いない。オスマンサンコンのモノマネをするメスマンサンコン、いる、いない、いない。アグネスちゃんのモノマネするアグネスくん、いる、いない、いない。いそうでいないやつ出すのはうまいな。なんかやってた。他にもね、アントニオ小猪木さんとか、ジャイアント小馬場さんとか、リトル清原さんとかいるんですけどね。いきますよ。そっから出せ。その例題からスッと出せよ。ウド鈴木さんのモノマネするウドの鈴木、もう騙されない、いない、いる、やっちゃったよ。どうもありがとうございました。面白かったです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 。全員面白かったって言うから。すごいね。ということは、うん、河村勇輝選手に合わせてください。お願いします。はい、おー、やったー、きたきたきた、やったえ、え、え、お父様、マイアミバスケットボールクラブさん、はじめまして、横浜ビーコル制圧河村ゆきです。今日は僕に似合いにビーコルセンターまで来ていただきありがとうございます。日本代表合宿に参加しているため、そちらに行けず申し訳ありません。今年は横浜ビーコル制圧はチャンピオンシップ出場に向けてチーム一丸となって戦っています。ぜひ試合を見に来ていただき、覚えてもらったワイセレブレーションを一緒にやりましょう。番組をご覧の皆さんも横浜ビーコルセアーズの応援をよろしくお願いします。 Go ビーコ、 Go ビーコ、イエーイ。川村ゆき選手いた、うわ、しびれる。今 VTR の中に僕らの取り嫁も言ってくださいましたよ、ちゃんと。今日は日本代表合宿があるからスケジュールの都合で来れないってことなんですね。そうだったんだ。だから合わせてくださいって言った時、だからか、だから無視したんですね。だったんですね。あの面白い芝居に。なるほど、そういうことだったんだ。でも優しい、そしてやっぱりもう好青年だしさ、あの伝わってくるよね。かっこいいですしね。まさにこちらに。あ、おお、かっこいい。これはまたいいね。このなんかこう、かっこよく曲げないぜってやってやるぜって感じが出てるね。出てますね。確かに。もう川村ゆき選手。かーす。あ、いい方。やめてやめて、変な感じになっちゃうからやめて。やめて。あーじゃないで。なんか直接会ってもやるんじゃないかなって思っちゃう。怖い、怖いから。こっちは怖いからやめてください。もう肩も綺麗でさ。はい、というわけでございますけども、河村勇輝選手に会いたい企画、この横浜ビーコルセアーズさんに、お邪魔いたしましたけども、宇多様いかがでしたでしょうか。ありがとう、一気に言ってくれて。いやでもよかったな、はい、本当に今日ね、まあ、河村勇輝選手はお会いできなかったんですけども、うん、でも横浜ビーコルセアーズさんの皆さんの、ね、熱い思い、そしてやっぱりこう、いや上村さん、渋谷さん、そしてビーローズさんのね、そういったチームを思う気持ち、そしてファンの方に感謝する気持ち、情熱伝わってきました。ありがとうございます。共にこれから頑張っていきたいと思います。はい、どうかうちのマイアミバスケットボールクラブもお願いします。お願いします、はい、お願いします、ね、横浜 B コルセアーズさん会えなかったけど、はい、いつか、はい、あの河村ゆき選手に会えるかもしれません、はい、そう、はい、B アンビシャス、この気持ちを持ってね。似たようなの入れ込んでごらんください。こう混乱するんで、 B コル
ゴーピーコ締めてくれよ、このね、このそうちゃんと締めてくれよ。じゃあ最後、じゃあレブラスでお願いします。みんな分からなかったかな。キャインやるかと思ったよ。キャインかと思ったよ。やめてくれよ。川村勇輝選手、そして横浜ビーコルセアーズ、選手たちの試合をホームアリーナで応援しよう。横浜ビーコルセアーズ、12月のホームゲームはご覧の日程で開催されます。観戦チケットの購入は B リーグチケットサイト、または横浜ビーコルセアーズ公式ホームページをチェックしてね。 Go! ビーコル。思い通りいかないことが多すぎだが、思い通りに行き過ぎてもな。思い通りいかないことが多すぎだが、思い通りに行き過ぎてもな。うど様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今月の視聴者プレゼントはショッピング専門チャンネル QVC で人気の岩谷グリルパン付きカセットコンロビストロの達人ジュニアを5名様にプレゼント。一人鍋にぴったりのコンパクトサイズで、専用プレートはホットプレートとグリル鍋の2役、これ1台で多彩なメニューが楽しめます。当選は発送をもって発表とさせていただきます。ご応募お待ちしています。さよなら昨日までの私たち、ありがとうだね、おはよう今日からの私は新しい、お米が炊き上がった、それともどうトーストにするかな、ピーナッツバター塗ったなら上機嫌、ドラマ見てると不思議ね、歯磨きしてからご飯、本当はご飯先その後茶飲んで、歯磨きじゃないの、今を生きるということ、昨日明日の真ん中、絵空絵空線。